武士らしい服装ではありませんが、なかなか役に立つ服だと思います。体内温度を早く下げるためには、風通しが大事ですので。ん?どのあたりが気になるのですか?姉さんが着せてくれたドレスはとても楽なんです。この服を着て刀を振り回さないようにとは言われましたが、理由はよくわかりません。お前の悪意が私の心を覚醒させた。私は刀、すなわちお前に引導を渡す者。問答無用。外さない。これで終わりにしよう。これが私の刀の極意。この悪縁はここで断ち切る。舞い散る花びらのように招かれざる客ですか。お覚悟。忘れられない宴にしてあげましょう。剣舞を堪能されよ。斬る。真の極意は乱れぬもの。お守りいたします、我が主。かき氷が溶けてしまう前に戻ります。宴はここまでですね。かき氷は私が触れると溶けてしまうので、一人ではうまく食べられません。その、我が主、できたら食べさせてもらえませんか?